足利市立美術館は、栃木県足利市の中心部、通り2丁目にある美術館。足利市の再開発事業の一環として1994年4月に開館。集合住宅と併設された美術館としては、日本国内でも珍しい存在である。企画展を中心とし、読売新聞社などとの共産展覧展も開催することがある。学芸員の江尻清は、優れた。 展覧会を企画した学芸員などに贈られる2008年度、美連協大賞にも選ばれている。川島理一郎や大仙土牛など、地元、足利や羊毛地域に、ゆかりのある芸術家の作品を集め、同地域の文化、芸術の発信地としての役割を担っている。財政難のため、作品の購入予算は、年間数10万円であり、市民などからの寄贈は、 コレクション充実に大きな意味を持つ。2009年度には日本におけるリトグラフの第一人者、安倍博士の作品を中心に市民だから388点、評価額5900万円相当の寄贈を受けた。足利氏は地方自治法改正を受け、2006年度に指定管理者制度を導入した。これにより当時の学芸員は指定管理者となった組織へ、 派遣された。しかしながら、3年間の指定期間では、学芸員の育成は困難で、企画展などの中長期的な視点で運営する、必要のあるものへの責任を財団では負えないことから、2009年度の更新時に支援に戻した。指定管理者制度は、数年ごとの運営主体見直しを要するものであり、継続して運営される保障がないと市民の信頼を得られず、 作品の寄贈などにも影響を与えかねないという判断もあった。2017年3月4日から同年4月2日に山んばぎりにひが一般公開され来場者が約37,800人に上った。刀剣乱舞のファンである刀剣女子が殺到したとみられる。ありがとうございます。